17球投げまして、すでに31球1回、はい、2回と投げております、このベンチでの表情ですけれども、まあマウンド上もかなり気温も上がってまして暑いんでしょうけれど、はい、それにもまして何かこう重苦しい疲れたような、ね、表情を投げてますね、これから一汗かくって言いますかね、はい、が進むに従ってどうなるかなんですね、問題はね、まあ、今シーズンこういいなというね、マウンド上のサイトがないわけですけれども、前回の登板、6月19日のヤクルト戦2勝目を挙げた登板ですけれども、この時は6回を投げて、無失点に抑えた、この時は非常に表情的にもいい表情をしてましてね、口も毎日文字に結んでビュンビュン投げたような感じがあったんですが、そんな感じなんですね、それでそれヤクルト戦に放って、またその次でやっぱり前よりもいいだろうという感触って言いますか、気持ちがあったと思うんですよ。なるほど。それが前と横ばいということは、精神的に随分この気持ち、自分自身と葛藤しなきゃならない、そういう状態でしょうね。なるほどね。長坂さん、はい、一陣が援護することができるでしょうか。3回のマウンド上の福森をどう攻略していくか、ジャイアンツ打線。2勝1敗にせないかんゲームです。1勝2敗と2勝1敗じゃ違いますからね。そう、このものすごい大事なゲームだと思います。おととい48日ぶりに最下位脱出しましたが、一晩で再びシュート回転、いいですね、いいコースを打ってます。今度はカーブ、横浜スタジアムから横浜巨人の14回転、そしてその後駒田にフォアボール、ノーアウト2塁1塁、バッターボックスには宮崎という場面、初球バントの構えを見せました。さあこの得点圏にランナーを背負って斉藤雅樹もどんなピッチングを見せるかというところですが、バントの構え、宮崎普段アメターリスというのが3割5分8厘と今シーズン打ち込まれているわけですけども、はい、前回は良かった斉藤雅樹、しかし今日は苦しいピッチングが続いています。このところちょっと調子を落としている谷繁ですが、